私は Y コンビネーターでパートナーを務めているカット・マナラクと申します。私は様々な面で創業者をサポートしていますが、中でも非常に多いのがローンチの準備です。そしてローンチが本日の講義のテーマです。さて本日は皆さんのローンチに対する考え方を変えていきたいと思います。ほとんどの人はローンチとは一回しか行えないものだと思っています。 例えば先日私が話をしたチームは、ローンチまで6ヶ月かけていました。彼らは丹精込めてプロダクトを作り上げ、一部の隙もない完璧なものにしてから、皆に公開しようとしていました。そして、ランディングページの一行一行にこだわり、すべてを正しいタイミングで公開しようと準備していました。しかし、スタートアップでは大抵の場合、皆さんが何かをローンチしても、誰も気にも留めません。 それまでに6ヶ月かかっているとしたら、おそらく皆さんのスタートアップは、次のローンチにこぎつけるまでに終わりを迎えているでしょう。ローンチとは、何かを出荷するのと同じで、何度でもできるものだと思ってください。ローンチができるのは、一回限りという考えは捨ててください。なぜなら事業がうまくいき、新しいプロダクトや機能を、どんどん市場に送り出すことができるようになったとしたら、 もうローンチしないなんてことはありえないからです。では、ローンチに関する様々な方法について説明していきましょう。このスライドで挙げているのは、本日の講義で取り上げる様々なローンチです。順番に説明していきますが、以前に講義を行っているプレス向けローンチについては、ここでは割愛させていただきます。後ほどその講義へのリンクと、いくつかのリソースを紹介します。本日の講義は、 それ以外のほとんどをカバーすする内容になっていますここに挙げた項目のほとんどは皆さんがスタートアップスクール在籍中にしておくべきことですではまずなぜローンチを繰り返す必要があるのかについて説明していきましょうすべての機能が搭載されたプロダクトが完成する前であってもピッチの練習をしてブラッシュアップしていく機会はあります AB テストを行いそのアイデアに対してユーザーが 実際にどんな反応を示すか確認することもできます。次に MVP、または局初期バージョンのプロダクトが完成したら、異なるチャンネルでそれぞれローンチすることで、そのアーリーバージョンのプロダクトに対するユーザーの反応を確認することができます。異なるチャンネルでのローンチは、自分がターゲットにしているユーザーが、本当にプロダクトに適しているかを検証するのにも役立ちます。あるチャンネルでローンチしたけれど何の反応もなく、 別のチャンネルでローンチしたら大きな反響があったということもあるでしょうつまり異なるチャンネルでのローンチは自分が作っているものに対して最適なユーザーを見つけられているかを見極める上で有効ですでは皆さんがスタートアップスクール在籍中にできるいくつかのタイプのローンチについて説明しましょうスタートアップスクール開講後これまでに1000人の受講者がローンチをしたと聞いて非常に嬉しく思っています これは実に素晴らしいことです。私は創業者がフォーラムに投稿したスタートアップスクール企業のうち、従者をランダムで選んでクリックしてみたのですが、ランディングページを持っていたのはそのうち半数だけでした。私はこれをサイレントローンチと呼んでいます。ここでは手の込んだものは必要ありません。必要なのはドメイン名、会社名、簡単な説明、連絡先。 そしてコールーアクション。行動喚起だけです。例えば、これは私がランダムに選んだ、フォーラムに投稿があった創業者のスタートアップスクール企業です。この会社はジンクといって、ドメイン名、会社名、短いキャッチコピー、簡単な説明、そしてコンタクトするというコールーアクションがあります。コールーアクションには、当社のニュースレターを購読、ローンチの案内が来るよう登録、 といったものも使えます。例えば、プロダクトハントには、シップと呼ばれるローンチ前の企業のためのプロダクトがあります。潜在的ユーザーの興味を集めるための手段として使えます。これはその一例で、デザイナーアップスクールという会社のものですが、創業者の簡単な自己紹介、自社が手がけていることの簡単な説明、そして購読するというコールトーアクションがあります。 プロダクトハントに行けば、こうしたページを作ることができます。もちろんランディングページは、自分自身でも実に手早く、簡単に作ることができます。もしまだ作っていない人がいたら、この週末にでも作るべきです。次は、友人と家族向けローンチです。アイデア段階にある人は、自分の家族や友人に簡単なピッチでテストし、相手の反応を見ることができます。m v t が完成したら、 なるべく早く友人や家族向けローンチを行いましょう。レディットは創業当初自分たちが在籍していた Y コンビネーター内の創業者間だけで共有されていました。当時の参加企業は8社のみで非常に小さなコミュニティでした。私はウェイバックマシーンを使って当時のレディットがどんな感じだったか見てみましたが今とあまり変わっていませんでした。とはいえ細かく見るとこのブーストが 後の投票機能であることがわかりますね。これは2005年の7月のものだと思います。このように彼らは創業者のコミュニティ内で共有するという手段だけで最初のユーザーを獲得していました。私が皆さんにお勧めしたいのは友人や家族とプロダクトを共有し彼らがどのように使うか観察することです。彼らの隣に座ってフィードバックを求めてみましょう。ただしこのフェーズに あまり長く止まっていてはいけません。なぜなら友人や家族は、あなたのプロダクトや開発しているものにとって、必ずしも最適で理想的なユーザーではないかもしれないからです。つまり友人や家族からのフィードバックは、本当のユーザーからもらうフィードバックほどは、役に立たない可能性もあります。例えば、アレクシスとスティーブが、レディットを自分たちの両親と共有していたら、両親たちはただ、 これは一体何なのというだけだったかもしれません。ですから、こうした家族や友人という輪からは、なるべく早く離れてください。次は、第三者向けローンチです。Y コンビネーターカンパニーによる、第三者向けローンチの中で、私が気に入っている例の一つが、ラグという会社です。ラグは物を運んだり配達したりする人員を、オンデマンドで派遣してもらえるアプリです。ラグが、 すべての機能が搭載されたアプリやプロダクトを完成させる前から創業者たちはトラックをレンタルしてイケアに行き店の外で待つということをしていました彼らはまずそこで買い物客を観察しマイカーに荷物を積み込むのにひどく苦労している人を見つけますそして見つけ次第駆け寄っていきそのマットレスを自分で車にくくりつける代わりにボタンを押せばトラックが来て全部やってくれる なんてサービスがあったら楽だと思いませんかと話しかけます。汗だくで煮詰みに奮闘していた買い物客は、そんなものがあったら最高なんだけど、と答え、その場でラグのアプリをダウンロードしてボタンを押します。すると創業者たちは、駐車場に駆け戻ってトラックに乗り込み、再び買い物客の元へ搭乗するというわけです。買い物客は、わあ、君たちだったのか、と驚き、創業者たちは、そうなんです。 とと答えるというシナリオです初期の頃は本当にドタバタでこれではバックエンドで動いているものなどない状態ですが彼らはそうすることでこれはユーザーや顧客が早急に解決したいと思っている問題であるとしっかり確認することができましたそしてこのプロダクトは実際に開発して時間を費やす価値があると決断するに至りましたつまり第三者向けローンチは あなたが作っているものを人々が実際にダウンロードし、お金を払ってくれそうか見極めるのに役立ちます。次はオンラインコミュニティです。これは私が好きなローンチ方法の一つです。私は自分が所属しているコミュニティ全てにおいて、ローンチを計画すべきだと思っています。Y コンビネーターに参加している会社は、一般向けローンチの前にブックフェイスでローンチするという選択肢があります。 ブックフェイスは Y コンビネーター内のプラットフォームです。Facebook と LinkedIn とクオラを合わせたようなもので、現在4000人以上の創業者が利用しています。完全な一般公開とは違う、限られた範囲でありながら、フィードバックを得るには十分な受け手がいるため、ブックフェイスでのローンチはかなりローリスクと言えます。当然ながら皆さんの成功を望んでいると思われる。 ととても好意的なな人々を相手にしたローンチとなりますだからみなここでローンチをしていますスタートアップスクールがあり約4万人の創業者が参加しているスタートアップスクールフォーラムを利用できる皆さんは実に幸運だと思いますアーリーバージョンのプロダクトがある場合はぜひ数週間以内にスタートアップスクールのコミュニティでローンチすべきです創業者や自分も何かを作っている人たちというのは アーリーリプロダクトに対して本当に有益なフィードバックをくれますこれは数千人の創業者が皆さんをサポートしてくれる急成長できる場とも言えるでしょうオンラインコミュニティでのローンチに成功した少し極端な例を紹介しますこのマジックという会社は2015年に Y コンビネーターでスタートした時彼らが実際に作っていたのは血圧計アプリでした 彼らはこの血圧計アプリを広めようと試みていましたが思うような成長が見られなかったため別のアイデアを試してみようと考えましたそこで彼らは友人や家族にリンクを送りましたその時の文面がこれで「電話番号を教えていただければどんなことでも魔法のように実現してみせます」と書いてありますごくごくベーシックなものですそれを見た友人の一人がこれは面白いと レディットとハッカーニュースに投稿しました。するとほぼ一夜にしてというよりは週末の間に4万人もの人がマジックにユーザー登録をしました。創業者たちは当然、なんだこれはすごいじゃないかと仰天したことでしょう。正直な話をすると、これは極端な例です。レディットやハッカーニュースでローンチし、一夜にして4万人のユーザーを獲得する人は実際にはほぼいないと言えます。 しかし、ここで何が言いたいかというと、オンラインコミュニティの利用は確実に価値があるということです。もしかしたら、こうした極端な例の一つになれるかもしれないですし、そうならなかったとしても、初期ユーザーを獲得して、有益なフィードバックを得ることができます。Y コンビネーターでは、多くのスタートアップがハッカーニュースや、プロダクトハントを利用したローンチをしています。私たちは長年にわたり、テッククランチ、 プロダクトハント、そして発火ニュースにおける各ローンチが、コンバージョンをどれだけうまくできているかを示す統計を見てきました。ユーザーへのコンバージョンに関しては、それぞれのインパクトやコンバージョン、つまり登録や顧客へのコンバージョンという点では差異はなくなり始めています。こうしたコミュニティでローンチを行うけれども、自分はまだそこのアクティブメンバーではないという場合は、そのコミュニティの研究に少し時間を使い、 ルールを理解することをお勧めします。サブレディットに投稿する場合などは特にそうです。コミュニティには独自のモデレーターやルールが存在します。各コミュニティに接触するためのベストな方法を学びましょう。親切なコミュニティとして知られている場合はアドバイスやフィードバックを求めてみましょう。自分がコミュニティのメンバーではない場合、私ならすでにメンバーである誰かを頼り、アドバイスを求めたり、 ローンチするのに最適な方法を尋ねたりします。どのコミュニティにも、ちょっとしたコツのようなものがあるからです。例えば、今回のバッチに参加しているある会社は、プロダクトを作るにあたり、もっと女性の視点を参考にしたいと思っていました。創業者は二人とも男性です。そこに、テクノロジー業界の女性向けコミュニティである、エルファのユーザーの一人が、私がこれをエルファに投稿して、 皆からのフィードバックを教えてあげると言ってくれました。このように自分がコミュニティの一員でない場合はコミュニティ内の誰かを頼り協力してもらうことをお勧めします。オンラインコミュニティでのローンチに関して私からの最大のアドバイスは話すように書くことです。マーケティングロボットのように話をしていたら誰からも好意を持たれません。マーケティング用語や難しい専門用語は使わないようにしてください。 コミュニティと接するときは人間らしく話すことです。コミュニティへの投稿で自社紹介をするときは、まず自己紹介し、自分が作っているものについて話し、なぜそれを作っているか、どういった経緯でその問題に直面したかを簡潔に話せば OK です。ハッカーニュースに参加しているような人々は非常に知的好奇心旺盛です。潜在的ユーザーや ユーザーとの話から得られた興味深い洞察についてや、コミュニティと共有できる驚くべき、または喜ぶべき情報があれば、皆大喜びします。あなたに質問をしたい人も出てきますが、その人がどんな風にどんな質問をすべきか、正確に理解していない場合もあります。ですから、私は XYZ の専門家です。ここに挙げたトピックに関する質問には、喜んでお答えします、と、 ここちらからか説明しておくことですそうしないと人々が話の本題からそれてあちこちに散らばってしまうリスクがあります皆とコミュニティを共有しアドバイスを求めましょうそしてピッチでは専門用語やマーケティング用語は極力使わないようにしましょう次はアクセス権要求型ローンチです先ほどマジックの話をしたことで皆さんが使える他の種類のローンチを思い出しました マジックがローンチした際、一夜にして4万人のユーザーが登録しました。当然4万人のユーザー全員に即対応することはできなかったため、ウェイティングリストが作られました。さらに、優先的にサービスを受ける方法も発表しました。例えば、マジックについてツイートすれば、自分の順番が少し上がるというように、ローンチにこうしたバイラル要素を盛り込み、 ユーザーに口コミを広めてもらうことも可能です。このアクセス権要求型ローンチで私が今期に入っている例の一つがスーパーヒューマンです。スーパーヒューマンとはより良いメール体験を実現させるアプリです。スーパーヒューマンのサイトからアクセス権を要求することもできますが既存ユーザーに紹介を依頼することで手順を早めることもできます。スーパーヒューマンのユーザーが送信する すべてのメールの署名欄には、セントバイスーパーヒューマンという小さなタグがついています。私はスーパーヒューマンユーザーであり、毎日大量のメールを受信します。当然、大量のメールを送信もしていますから、大量の紹介依頼メールを受信します。私からのメールを受信した人が、スーパーヒューマンってそんなにすごいの私も紹介してくれないと言ってくるわけです。このようにこうしたバイラル要素を、 盛り込むことができるプロダクトである場合はぜひ活用するべきですさて残り時間も少なくなってきましたがこれから説明するソーシャルメディアブロガー向けローンチは内容も盛りだくさんで説明するのに時間がかかるそしてよく取り上げられるトピックです本日はざっと説明して私たちが一緒に活動した会社の中から成功例を紹介したいと思います 皆さんもすでにご存知だと思いますが自分が属している業界や職業をカバーしている人気ブログへのローンチは非常に大きな影響力を持っていますジョイは無料で利用できる結婚式用ウェブサイトビルダーでバッチ内で最速の成長を見せた会社の一つでした創業初期における成長は驚くべきものでしたがその大きな要因がこうした数多くのリストに掲載されたことでした ジョイは主に Google 検索を活用しましたまず SEO を確認しベストウェディングウェブサイトビルダーズと Google 検索をして検索結果の最初の数ページに何が出てくるかを調べますそしてそこに出てきたブロガー全員に連絡し私たちはこんな新しいプロダクトを作っていますあなたのコミュニティに気に入ってもらえると思うので私たちをリストに加えてもらえませんか と伝えました。50人以上のブロガーに連絡を取って、ドリップキャンペーンを行ったそうですが、回答があったのは4人だけでした。しかしその4人からの回答が、ジョイの初期成長に非常に大きな影響を及ぼしました。一つ覚えておいてほしいことは、一部のブロガーやインフルエンサーと絡むには、お金がかかるということです。創業当初のジョイはそういったことに、お金を使っていませんでしたし、 私も皆さんにはジョイを見習っっててほしいいと思っています。相手からお金を要求されたら他のルートあるいはクリエイティブなルートを見つけてこれを回避してくださいなぜならスタートアップはアーリーステージであるほどそんなことに使うお金はないからです多くのお金をかけずにここをクリアできるルートが必ずあるはずですスポンサーシップ関係にお金をかけないで済む方法を探してください ハードウェアプロダクトやフィジカルプロダクトの場合は当然プレオーダーキャンペーンをすることができますプレオーダーローンチの準備はそれ自体がまさに大掛かりなプレゼンとなります成功を収めたキャンペーンを見て彼らがどのようにローンチ戦略を立てていったのかざっと理解しましょう例えばシアーテックスはごく薄手の破れないパンストを製造する Y コンビネーター参加企業でした 創業者のキャサリンはとてもよくできた説得力のある動画を作りマスコミにピッチしました彼女はハッカーニュースでもローンチしましたご存知の通りハッカーニュースは男性読者中心のコミュニティですですから私たちはごく薄手の破れないパンストのようなものに男性読者がどんな反応を見せるか興味津々でした結果彼らはこのパンストを大いに気に入りました とてもよくできているし、プロダクトの背景にある技術的な要素が実に興味深いと評価しました。このように、どんな会社であれ、様々なコミュニティでローンチして、それぞれの反応を見ることをお勧めします。キャサリンは、プロダクトハントでもローンチしました。友人や家族、バッジの仲間、そして投資家に、口コミで広めてくれるよう頼みました。彼女のキャンペーンは、大成功を収めました。 また新たな機能や新たなプロダクトラインのローンチも当然あります。これで大成功した会社がストライプとグロッシアーですが、それぞれ全く異なるタイプの会社です。両社は新規プロダクトのローンチに非常に長けているという点では共通しています。ストライプは本当に初期の頃から卓越していて、コミュニティとの交流が非常に上手でした。例えばストライプガトラスをローンチした時、 彼らはハッカーニュースでローンチしましたが、創業者はスレッドに参加して、潜在的ユーザー全員とプロダクトについて、そのプロダクトをローンチした理由について、解決したと思われる問題について対話していました。そして、ブログ投稿もしました。ソーシャルメディアでも、プロダクトを広めました。マスコミにもピッチしました。彼らはこれを繰り返し繰り返し、言っています。ストライプの、 ブログやハッカーニュースを見れば彼らの創業当初からの歴史を見ることができます彼らはコミュニティを活性化する力に非常に長けていましたもう一つのグロッシアーは美容ブランドで新規プロダクトのローンチが非常に上手ですグロッシアーのローンチ方法は実はとても科学的に考えられています彼らは一定の間隔を空け非常に明確なリズムを持ってプロダクトをリリースしています すべてのプロダクトを各コミュニティでローンチするという活動を繰り返しているため、コミュニティ、ソーシャルメディア、マスコミ、広告といった場で、6、8週間ごとに新しいプロダクトがローンチされます。そうすることで、グロッシアーというドラムビートが絶えず世間に響くというわけです。質疑応答に移る前に、最後に一つだけお伝えしたいのが、皆さんはスタートアップスクールにいる間に、 独自のコミュニティを作り始めるべきだということです。これは、プロダクト段階前でも可能です。Y コンビネーターの創業者の中に、サイメトリアを立ち上げた、ガディエブロンという人物がいますが、彼はテッククランチでのローンチにおいて、大成功を収めているうちの一人です。テッククランチでのローンチは、テッククランチでのローンチに関する良い事例そのものです。彼らが非常に多くの、 共有や交流ができていることに気づいた私はどうやってこんな環境を作ったんですかローンチを皆に共有し広めるためにどんなことをしましたかと尋ねましたガディが教えてくれたのは彼は長年それこそプロダクトのローンチ前から独自のメーリングリストを作り始めていたということでした彼は自分があってスタートアップについて話をしたすべての人をメーリングリストに加えていました 非常に小さな交流であった人も含めてですリストに加えた人々には彼が手掛けていることに関するアップデート情報をほぼ規則的にメールで送りますそしてテッククランチに記事が掲載されると彼は自分がこれまで話をしたあらゆる人他のスタートアップ創業者投資家友人家族といったリスト内全ての人にメールを送りそのニュースを広めてくれるよう頼みました彼は 反応はものすすごく良かったと話しています彼の会社に投資していない VC たちが自分たちのツイッターアカウントでこのストーリーを共有してくれたりもしたそうです彼は助けを求めてみればきっとこんな人まで手助けしてくれるのかと驚かされることでしょうと語っています皆さんもスタートアップスクールにいる間は自分が手がけているものについて非常に多くの人と話をする機会があります ぜひ、私のアップデートリストに、あなたを追加してもよいですかと頼んでみましょう。時が経つにつれ、あなたのリストは数百人、数千人に達するかもしれません。皆さんには、今すぐこれを始めるよう、強くお勧めします。本日のまとめに入りましょう。ローンチができるのは、一回限りという考えは捨てましょう。ローンチという第一番のために、スタートアップスクールでの時間を、 すて費やすよう皆、このローンチという第一番に全てを盛り込もうとしますが、ローンチとは今後数ヶ月、そして自社のライフサイクルを通じて行うことができる継続的なプロセスです。